おはようございます。中川博司です。今日は8月4日で、アンネの日記のアンネ・フランクが捕まった日だそうです。安倍総理大臣は新内閣を布陣しましたけれども、何ら期待するところはありません。憲法の改正案を秋に提出することを断念したということは、結局は東京オリンピックの時に総理大臣をしていたいということだけではないかという、まあ、本当国民の暮らしをないがしろにした政治をまだこれからも続ける気なのかというふうに思います。なんとか安倍政治を終わらせるために引き続き頑張っていきたいと思います。今日も一日暑い日になりますが、おはようございます。社民党の中川博司と申しますが、本日は井手川西交差点で街角トークお話をさせていただきます。今日は久しぶりに朝から青空が広がっておりまして、日中は29度まで気温が上がるという予報でございます。熱中症など十分気をつけていただきたいというふうに思いますし、特に自宅にいる高齢者の皆さんに一声かけていただいて、水分の補給やあるいは近所の高齢者の皆さんとお茶を呼び合うなど、そんなことを声かけてお出かけをいただければというふうに思います。明日は松本ボンボンの日でございまして、2万3000人の方が参加する連が明日の夜は一晩にぎわう日でございます。市内は歩行者天国が多分1年間の中で一番大きい範囲で歩行者天国になりますので、車の通行など十分注意をしていただければというふうに思います。さて、国会の方は安倍総理大臣が昨日新しい内閣の布陣を発表いたしましたけれども、まあこの新しい内閣に何か期待ができるのかといえば、まあこれはあまり期待ができないなと思っている方がほとんどだというふうに思います。自民党内の力の均衡に配慮をした、まあ、それぞれの派閥の皆さんがそれぞれ内閣に入って、とりあえず自民党のまとまりだけは確保したということではないかというふうに思います。森友学園問題、加計学園問題ございました。まあ、でっち上げるというのを天ぷらを揚げるという業界用語があるそうでございますが、森も賭けも天ぷらで、そして衆議院参議院の予算委員会で総理大臣が出てきて、これで手打ちにしようというふうに思ったかもしれませんが、そうは問屋は下ろしません。まず本当に安倍下ろしそばを食らえというふうに言いたいところでございます。そもそも今回の政治不信の根源であるのは安倍総理大臣自身の権力の集中によってもたらされた政治の私物化ということに対する国民の怒りであります。森友学園問題で籠池理事長が逮捕をされて、籠池さんだけが悪者扱いをしてちゃんちゃんにして本当にいいのか、一体あの8億円負けたことは一体どうなってるんだという疑問は残ったまま、加計学園問題にしても加計幸太郎さんはちっとも国会には出てきて真相を話そうとしない、知っているにもかかわらず知らないということを知ら切り続ける安倍首相、そして南スーダンで大統領派と副大統領派の大規模な戦闘行為があったという自衛隊の日報を隠した上で、そして国会では新たな任務を自衛隊にくっつけるというような、こんなことをまさにやっているからこそ、東京都議会議員選挙やあるいは仙台市長選挙などで国民からノーを突きつけられ、慌てて内閣改造をして政権の浮揚を図ったというのはもう見え見えのことであります。加えて今朝の報道を見ると、5月3日に
本人自分自身が安倍さん自身が憲法9条1項2項をそのままにして自衛隊の根拠規定を設置する憲法改正案を議論をしてほしいと呼びかけた。ところがそのこともその草の下の根も乾かないうちに今日は憲法改正条項を秋には提起をしない、こう言っているわけであります。一体じゃあその心は何かというふうに考えれば、これは憶測の息を出ませんけれども、結局秋、この秋までには解散総選挙をして、仮に3分の2が取れなくても過半数さえ確保しておけば2020年のオリンピックの時に総理大臣としてオリンピックを迎えることができる。ここにもし安倍総理大臣の狙いがあるんだとすれば、まさに国民の暮らしそっちのけ、国民そっちのけの政治をこれからも行おうとしているんだというふうにしか思えないわけでありまして、私たちはこの安倍政治を終わらせる、安倍政治を終わらせる、この声を上げていくことが必要だというふうに思います。結局アベノミクスということは鳴り物入りで大きく騒がれましたけれども、実際は非正規、正規労働者を非正規労働者に置き換えて、格差と貧困だけが大きく拡大していった。長野県の最低賃金、この10月には25円引き上げられまして、795円、まあ、約800円というふうに考えたとしても、年間2000時間働いても160万円、夫婦2人で320万円、まあ、これで結婚して子供を育てて子育て支援をしていくなんていうことは本当にできるのかといえば極めて難しい話であるわけであります。アベノミクスの下で広がった格差と貧困の問題をどう考えるのかということも、私はいろんな人が提起をされていますが、格差と貧困があった方が毎日の暮らしに精一杯で政治のことを考える余裕が国民の中に生まれないという指摘も実はあるわけであります。格差と貧困が是正をされて、ゆっくりと暮らして、そして政治のこともゆっくり考えられる環境の方が安倍政治にとっては都合が悪いのではないか、こういう指摘も実はあるわけでございます。しかし日本の憲法は国民の、全ての国民の皆さんの基本的人権、個人の尊厳、そして幸福追求権を認めていて、そしてまさに政治が国民の基本的な人権を守りなさい、個人の尊厳を守りなさい、幸福追求権を大切にしなさいと、政治がやりなさいということを憲法が要請しているわけであります。2012年に発表された自民党の改憲草案を読むと、この憲法の精神が真逆、180度転換してしまう。自民党がどういう政治を目指そうとしているのか、そこは明らかです。これまでの国民のための政治から国家のための政治に転換をしようとしている。基本的人権、個人の尊厳は公益及び公の秩序の下で制限をしても構わない。国家のために国民は犠牲になっても構わないというのが自民党の政治の本質だということを自民党の改憲草案が述べているわけであります。私たちは今こそ安倍政治を変える、そしてもう一つの社会、憲法が保障をしている、憲法が要請をしている基本的な人権、個人の尊厳、幸福追求をする権利、これらのことが政治が保障をするもう一つの社会、もう一つの政治、これを私たちは市民の皆さん、国民の皆さんと一緒にこれから考えていきたい、そんなことを最後にお訴えを申し上げまして、井手川西交差点から社民党の中川博司でございますが、お話をさせていただきました。今日は朝から青空が広がり、日中も予報では29度と言ってますが、どうもこの背中に当たる日差しの強さからすれば30度を超えるのではないかなと思われます。特に自宅にいる高齢者の皆さんには水分の補給、
近くのお年寄りに声かけ合ってお茶を飲むなど、そんなことを声かけていただきたいと思います。毎日県内でも5人から6人高齢者の方が熱中症で搬送されておりますので、ぜひ一声かけてください。今日も一日暑くなります。明日は松本ボンボン、一大イベントがございます。今日も一日皆さんにとって良い一日でありますように心よりお祈りを申し上げ、街頭からの訴えを終わらせていただきます。ご清聴賜り誠にありがとうございました。